決起集会を行います。監督、コーチ、選手の入場です。来ていただき本当にありがとうございました。3月30日からいよいよ開幕します。シーズン終了までチーム一丸となって全力で突っ走りたいと思います。そのためにもファンの方々の声援が僕らの後押しとなります。今年も熱い声援よろしくお願いします。西村監督、お願いいたします。スタンドのファンの皆様、こんにちは。いつもいつも、我々に熱い応援を送っていただきましてありがとうございます。オープン戦も終わりまして、いよいよ今月30日開幕を迎えるわけですけども、今シーズンこそはここにいらっしゃいますファンの皆さんと共に戦い、心を一つにして何が何でもリーグ優勝、そして日本一を勝ち取るんだという強い気持ちでこのシーズン臨んでいきたいと思います。そしてこの秋には皆様と共に喜びを分かち合っていければと思ってますので、どうか、今シーズン最後の最後まで、ご支援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。西村監督、ありがとうございました。これから長いシーズンが始まります。どうぞ最後まで千葉ロッテマリーンズへ温かいご声援をよろしくお願いいたします。続いて監督、コーチ、選手の皆さんがメッセージフラッグへサインを記入いたします。監督、コーチ、選手の皆さんがメッセージフラッグへの記入をお願いいたします。ファンの皆さんからのメッセージを頂戴したいと思います。監督、コーチ、選手、ファン、すべてのメッセージと思いを一つにし、 UVC マリンフィールド開幕セレモニーでも使用いたします。そして今シーズンも皆様と輪のもと共に戦っていきましょう。
ドゲートよりグラウンドにご入場いただきまして、メッセージフラッシュの書き込みを行います。メッセージフラッシュ参加ご希望の方はライトゲートへお集まりください。